KOF、 ちなみに次のラスベガスの A-BOW を、はい、で期待していることとか小田さんあるんですか。そうですね、なんかさっきのテーマの時も言いましたけど、あの、まあ、どれぐらいの国の人が参加してくれるか、まあ、ちょっとまだね飛行機もそんなに飛んでない中あるんですけど、ちょっとあの、まあ、ラスベガス、アメリカ近辺の人たちはみんな来てほしいなっていう。しかも今ちょうどギルティギアと KOF とあの種目の中で結構新作が一番ね、うん、新作気味なタイトルなんで、そうですね、結構参加者も多いですもんね、うん、だからその辺が結構まずはバラエティのところが楽しみなのと、まああとはこう名のある選手がどこまでいくかっていうのはすごく注目はしてますけどね。メキシコ勢、うん、まあ、当然日本勢と、うん、日本人選手としてはどれぐらいその優勝っていうところ確率的に期待されてるんですか。いや、ベスト4に2人は入るとは思うんですけど。なるほどなるほど、うん、優勝となると分かんない。分かんないですね。 A-BOW ぐらいになるとデッケンの場合は日本人優勝は日本人びいきで見ても確率ちょっと低めになるもんね。ああそうか、実際してないんで、あの2015の伸び以来してないんで、うん、そうだから伸びはある意味偉大だったよね、うんうん、まあそれ以前も日本人の優勝ってないないんで、ないですから、鉄拳ってないんですよ。エボってなんか日本人勝てないんですよ。本当か、考え直せ、うん、ないよな、ないよね、ないでしょ、ね、ないはず、伸びだけそうです。 KOF は KOF もそうか、え、KOF もそう、KOF もそうかもしれないですね。やばいですね、やばいです。ちょっと余裕持っていける人がいればね、な地域に馴染んだ状態で入れると、ちょっと慌ただしに行っていくとなかなか実力発揮できないのかなっていう。鉄拳に関して言えば、あの大体韓国が優勝してるんで同じなんですよね。あ、そうか、状況が一緒ですよね。ストリートファイターは割とやっぱすごい日本人が強いですよ。日本人強い方ですよね、うんうん、日本人が結構層が厚いよね。いや、そうですね、日本のね、その平均レベルがやっぱりなんかやっぱ KOF 鉄拳とかになってくると海外の方が層が厚い。そうですね、ラテンのノリみたいなのにやられてしまう可能性あるから、ね、あるかもしれない。応援とかすごいじゃないですか、選手の応援とか。いやーすごいな。なんかその選手の応援はこの間その CEO だったりコンボブレーカーだったりに行った日本人の選手はやっぱりすごい言いますよね、口を揃えて。コンボブレーカーすごかった、現地すごかったんだって。すごいらしいですね、やっぱり見ててもすごかった。鉄拳の盛り上がりすごかったらしくて、うんうん、もうとマイケルがいてて実況中継して俺もライブで見ながらだったんだけど、うん、でもライブじゃ伝わんないから、うん、すごいよって言って、うんうん、あんな普通の肝ったもんじゃみんな飲まれちゃうって、うんうんうん、そうそうね、だから格ゲーにもあのサッカーと同じく そうそのホームの強さがありますよね。はいはいはい、そうですね、絶対あると思う、うん、そうですね。だって今年エボは新体制でやるわけじゃないですか、うん、確かに。だからもうアメリカ特有のザッツエンターテインメントショーになるはずですよ、うん、多分オープニングセレモニーでなるほど、空飛びますよ多分それはないけどでもね、面白いのはね、これ面白いね、これ全ほとんどのタイトルに共通する、まあ、一部その例外はあるんだけども、アメリカで行われているのにやっぱりアメリカが層が厚いはず、一番参加もしやすいのに、優勝でいうとアメリカ人っていうところがなかなか来ないタイトルが多いから、もう盛り上がるんですよ逆に、もう応援がすごい。あれはね、アメリカが強くて余裕だとあんなに USA、USA コール、そんな見ないですよ。だって勝って当たり前なんだもん。確かに確かに、ね、だからジャスティン・ウォンなんて、ね、あんまこれ知らない人もいると思うけど、ジャスティン・ウォンってエボだけ見てると USA って応援されてるでしょ。だもうアメリカ人全員ジャスティン・ウォンの味方だと思うんですよ。だそれ国内では割とそうでもないんですよ。おー、勝って当然だからね、これね、みんなが応援してるからそうでもないですよ。これがねアメリカの面白いところで分散しますよね、アメリカでやってる大会だから。分散するんですよ。でもジャスティン・ウォンなんかアンチ、まあ、ジャスティン・ウォンいっぱいいるわけです。だけどこれがエボになるとね一体化するんですよ。はいはいはい、はい、USA になるんですよ。もう個人名じゃないですよ、うん、USA。あとあの現地の格ゲーコミュニティの有力な人たちが結構運営側に回ってくれてるので、
なんかちょっと裏方さんの仕事が多くて、ね、なんか試合に集中できない人が結構多いですね。いるんですよ。だからその要素って僕すごい、今回のエボで、うん、そのエボを観戦しようってぼんやりと思ってる方々に改めて意識してほしいのは、じゃあ例えばこのコロナ禍で、まあ、鉄拳シーンは特に日本でいろんな大会ありましたってあったけど、それもぼんやりと見てた人は特になんですけど、じゃあエボってなったら国際戦なんで応援する人がすごい分かりやすい、日本人を応援すればいいんだから、うん、でそのエボともなると向こうの USA みたいに自分が観戦してる時に日本人を応援するっていう、もう分かりやすい構図ができるわけじゃないですか、うん、ってなった時の大会観戦が絶対面白い。面白い面白い、うん、その原田さんもね前、うん、おっしゃってましたけど、この大会観戦は応援するって気持ちを持つとめちゃくちゃ面白い。めちゃめちゃ一気に面白い、一気に面白い。これも僕もいろんなところで言ってるんですけど、もう分かりやすいじゃないですか、うん、国際戦って、うん、だからそれがいいなと思って。それがいい。でそんな中 USA コリアジャパンってなってる中で、あの孤立無援のパキスタンが圧倒して優勝するんで全員がうわー圧勝無双が起きるわけですよ。うわね、それが、ね、それがね、今度のエボでも起きるのかどうなのかっていうのは、鉄拳的にはすごいあれですし、じゃあ KOF でももしかしてっていうのがあるかもしれないですよ。やばいのが来るかもしれないです。じゃああれですか、じゃあ僕ちょっとだけぶっ込みますけど、小田さん KOF はエボでなんか、そうですね、なんか言わないの？なんかないの？何かを言おうと今準備中なので、何かは言うと、ね、なんか小田さん、これもね昔のエボと違うじゃないですか、はい、なんかプレッシャーかかってますよね最近。あでもかかってるんだろうなっていうのは分かりますよ、うんうん、そう、まあそうに今回は前よりちょっとマシかなと思ってます。それでもやっぱりね、いや小田さんこれ求められますよね。わかります、絶対俺ね共感してもらえると思うんですよ。昔ほど気軽に大会見に行けなくなれてると思いますよね、はい、だって行って、うん、捕まるでしょ。捕まったりもしくはカメラで抜かれたら小田が来てるということは、ね、なるし、ね、原田がいるということは、だから俺そのせいでコンボブレーカーとか行けなくなったのよ。あコンボブレーカー今回本当はマイケルと俺行く予定だったのよ、はいはいはい、だけどみんなに止められたら原さんちょっとコンボブレーカーやめた方がいいんじゃないですかって、なんでって言って、なんでっていうか分かるけどって、だって行ったら壇上に登って絶対なんかアナウンスメントあるんでしょって、うん、新発表をねセットでじゃあ行くのやめるかと、でお前が来てんのに何もねえのかって失望されるし、っていうとどんどん行けなくなるんだよね。僕コロナ前の前回のレボとかはもう本当にチャイナ上位を優先しましたからね。いやだからそうなっちゃうでしょ。え、じゃあってことはお二方エボに行かれるんですか。でだからそこなんですよ、迷いどころなんですよ。ぶっ込みたくなっちゃうな。だから例えば鉄拳なんてさ、はい、トバンガリングとかもそうじゃん、はいはいはい、春田来るかって言われて、そうなんですよ、安田 e スポーツがいつも出てきて、そうなんです、安田 e スポーツが出てきたということはハズレですってわざわざ言ってんじゃん。あれね、なんであんなこと言ってるかっていうと、ハズレキャラをわざと作ったんですよ。はいはいはい、はい、でも、もう最初から期待すんなよと。ってことは逆に安田 e スポーツじゃなく原田が来たら当たりだってなっちゃって、だからエボに安田 e スポーツ連れて行ってやろうと思って。もうハズレだと。そうそう、ファンの期待するタイミングでいろいろ言いたいとかやりたいはあるけど、こればっかりそうなかなかいかないんですよ。そうですね。でなんでかっていうと、俺は割とちゃんと周りの空気、何でかって業界のね、やっぱりそのある格ゲーメーカーがこの時にこんな発表したいですっていうと、ぶつけて潰さないんですよ。そうですね。ぶつけてお互い潰さないんですよ。そうですよね。そういう兼ね合いがあるんで、そこはちょっと空気読んでやるんで。ああ、でもここまでね、言ってくれるの優しいですね、新田さん。そうですよね。そういうのがあるんだと。確かにね。それはありますよね。そう。だからもう次のエボでは鉄拳4リメイクとか言ってやろうか。それはそれで湧くと思いますけど。4のリメイクだけはやめましょうよ。はぁっていう湧きだと思うんですけど。もう9割キューブの人がはぁって言って、もうその残りのもうね、わずかな人が
今時新宿会場会場でイエーこの令和時代に新宿にそんな電話ボックスないからそう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 ステージのねお前はお前すねでも格ゲーの IP をまあプロデュースしてる身としてはエボ軸みたいなのなんかありません？まあ空気感物によりますけど、うんうん、やっぱコミュニティの中ではやっぱりエボは割と行事として入ってきますよね、うんうんうん、ただそういうプレッシャーが年々高まっちゃうので、うん、あの気軽に見学行けなくなってる現状はちょっと辛いかな、うん、あまあそれこそさっき言いましたけど新体制になったエボに期待することっていうのはどんな感じです？うん、そうですね。まあ、エボもいろいろあった上での今の体制なんで、うん、まずは新しいでもソニーじゃないですか、はいはい、今回からソニーの体制がこうコミュニティにどう受け入れられていくのかっていうのは、うん、そこだけでそこにつきますよね、うん、スタートなんで、で今後ですよね。今までは本当にプラットフォーム関係ないところがやってたけど、プラットフォームに依存してしまうっていうところがコミュニティとどううまく溶け合っていくのかなっていうのは気にしてますね、うんうん、そこ一番気にしてますね、うん、確かに確かに。ソニーはね、事業体とか部署ごとにカラーが違いすぎるんですよ、うんうんすね、同じ1個じゃないんで、うんうん、そこですよね、うん、まあ、運営してる人はね今までと同じ人なんで、うん、そうそうそう、その安心感はあるんですけど、まあ、でも逆に言うと安定した運営資金力とかそういうところでは安定してるわけじゃないですか、うん、だからそこはふんだんにいわゆる逆に言うと壮大かつ徹底的な黒子、うん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 、バックヤードとしての強さを発揮してほしいっていうのがあって、うんうん、まあ、あくまでメインに出てくるのはやっぱプレイヤーであり運営の人でありっていうコミュニティが主役であってほしいですよね。とはまあうまく成功した後にマークマン笑ってるところみたいなって思いますね。そうですね。マークマン今ヘロヘロですから、ね。今そうね。今直前も直前だから、ね。今もうヘロヘロになってるよ。そう。なんかあの思わず自分はこういうの買っちゃう集めちゃうみたいなのないんですか。あんまりね、高価なものはまあ言ってもまああれですもガンプラはずっと世代的に買っちゃいますけどね。ガンプラね。日本今ガンプラブームですから。まあでもさブームになってからなんかそうですね、最近結構また勢いありますよね、うん、なんでブームになっちゃったのかな、あれ何なんですか。いやバンダイナムコのくせに答え持ってないからでもなんか詳しい人だとね、なんか答え持ってそうですけど、ね、いやあのいろいろあるんですよ、あの僕も聞いてはいますけど、はいはいはい、まあ、自分の実感ではないので何とも言えないですけど、うん、いやあれやっぱりあの今ガンプラに限らずこれあのガンプラが今ブームになっている理由っていうのは複合的なんですよ、はい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 、その複合的な多分5大理由みたいなのあるじゃないですか、そのうちの1個に入ってくるのは他のブームとも絶対共通してて、あの1個はやっぱりコロナ禍のせいなんですよ、まあ、そうですよね、これは車でもそうでしょ、今何年待ちとか、あるいは例えば半導体不足だったり、うんうん、あのやっぱ車ってプライベート空間がもらえる得れるから車を買いたくなるとか、うん、だからそういうコロナのせいでインドアになってテレワークになってでその時間の使い方とか趣味が変わったせいで起きているっていうのはその複合理由の中の5大理由の方が大体1個に入ってる、うん、やっぱそれはそうす、ね、ゲームもそうじゃないですか、ゲームもそうですよね、それは影響してますね、だからそれだけコロナって影響を与えたというか、うん、あれどうなんですか、その KOF 鉄拳それぞれそのコロナ禍だったら撮ってる統計でプレイヤーのゲームプレイ時間が伸びてるみたいなデータとかであったりするんですか、やっぱり。ああ、で、キャバ出たのがもうコロナ禍の後半というか、まあそうですね、最近なんで、まあ、ちょっとそう顕著には分からないですね、その辺は。確かにそうかな。政権はほら逆に長いでしょ、7が。そうですね。7が長くて、コロナ禍前から全然、はいはい、そうですね。もうむしろコロナ禍前がピークぐらいの。ただそれが何で出てるか、プレイ時間よりも、はい、その単純に買う人が増えちゃったよね。ああ、はいはいはい。でもまあその売上本数が伸びてるのは、そういう普通は 2,3 年で1回ピークダウンして売れなくなるのに、ずーっと売れるっていうのはこれでコロナ禍のせいですよ。
この間新しかったですよね。そうですね、つい最近ですよね、うん、それは遅れてこの間だったんですか。遅れてこの間ですね、ちょっと遅れちゃいましたね、コロナで。やっぱそうだったんですか。もう本当はもっと前に予定だったんです。そうです、本当は10月だったんですでしょうね。そうなんですか。それぐらいだと思う、それぐらいだと思う。じゃあそれで言ったらだってストリートファイター6も絶対そうだった、うんうん、絶対あれもそうですよね、だいぶ遅れてますから、うんうん、でそれはそのコロナによって開発の効率みたいな話ですか。いやそこはでもちょっと一因でしかないかな。 あとね、もう一個要因はやっぱりあのローンチでロールバック必須っていうところもあったんで。ああなるほどね。でそこの、開発期間というよりも確証を得れなかったっていうところがありますね。なんかいつぞやのインタビューで今オンライン対戦をなんか詰めてるみたいなことをね、はいはい、おっしゃってましたもんね。やっぱその辺ですね、まあ、あとまあ全体的に今見返してみたら全体的にちょっとあの開発は遅れてたなっていうのはありますね。カプコンは俺が聞いてあの失礼ながらで爆笑したのはあの逆ロックダウンをしようとした。逆ロックダウン。つまり会社に人を社員だけ入れた状態でロックダウンをすれば、なるほど。そう。蔓延しない。安全なんじゃないか。やべえな。すげえロックダウン。全員も近くにホテル借りていいからみたいな。カプコンっていう経済圏だけでロックダウンするみたいな。カプコンのビル以外も全部ゾンビっていう世界で籠城するってことですよね。あれだからウォーキングデッドの世界になったらカプコン強いと思います。籠城。カプコン見るだけ人間のままのやつがすげえいっぱいいる。外にめっちゃゾンビいる。そう他の会社はどんどんゾンビ化していくのに、カプコンはなんか死んだけど生き残ってんなみたいな、うん、それはその籠城してるからっていう。バンナムとかスクエアに速攻ゾンビ化しますからね。全員家庭でゾンビになるから。みんな家にいるから。みんな家にいてる。そうか。一つだけ僕が質問をします、はいはい、それに一人ずつ答えてください、はい、質問いきますね。まさか幽霊が見えますかね。いや聞かない。まあこのご時世でオンラインでできるな、オンラインで大会をやろう、まあ増えましたよね、うん、でもオフラインというあの熱量、うん、そこの現場の興奮、あれはもう忘れられないしやめられないじゃないですか、うん、オンラインがこう前線になって今こそこの先オンラインがもっと浮上するのか、オフラインにやっぱりいいと、オフラインに戻そうという動きになるのか、1名ずつその動きこの先どうなるかっていうのはどう感じてます？原野君から、原野さんからかな、やっぱコミュニティに一番近いから。じゃあ実際に鉄拳コミュニティに起きている現象を見て感じることなんですけど、やっぱそれぞれにいいところがあって、オンライン大会すごい便利だな、うん、っていうのはプレイヤーたちもそうで、あと大会を開く人たち、運営の人たちもそうですよね、まあ、生々しい話すると箱代を払わなくていいとか、ね、うん、オンラインだととかがあるので、それはすごいいいことだ、しかもそれで大会ができるようになった世の中が。でこういう大会ばっかりだからこそオフライン大会をやった時にめちゃくちゃ面白いっていうのもあると思うんですよ、うん、なんでその両方いいところを運営の人たち、プレイヤーの人たち、そういうのを見る人たち、みんながこっちもいいよね、やっぱこっちもいいよね、で両方とも共存していく世界になる、ハイブリッド型になりそう、ハイブリッド型だと思いますね、うんうん、なるほど。でなんかそのオフライン大会しかなかった時はオフライン大会しかないから、うん、そのオフライン大会独自の熱量っていうのを感じることが、うんうん、人間はそのね相対的にしか物事の価値を測れないので、だから相対的に価値を測れるものが両方あるんで今は、だから両方の価値にみんな気づいていくんだと思います。なるほど、さすが小田さん、どう思われます？そうですね、ちょっと近いですね、はいはい、オンライン大会がオン
オフライン大会のなんていうんですかね、プロモーションになるというか、例えばこの間のコンボブレーカーの熱量 もう会場の風景映ってたじゃないですか、あれとか次のエボとかもすごいと思うんですけど、うんうん、でもあれ現地に行かないと分かんないらしいですよ、うん、もっとすごいです、ね、ライブでそのインターネットライブで見る、うん、やっぱマイケル言ってもらって5、6倍は違う、最低でも違うって言ってましたね、やっぱそこに行きたいって思う人、うん、まあ、選手として出なくても行きたいって思う人っていうのはオンラインでその対戦とかちっちゃい大会とかね経験した人は行きたいなって思う人がかなり増えていきそうな気はしてますね、うんうん、エボがもう本当にコンボブレーカーとかエボがきっかけになりそうな気がしますね、はいはい、なるほど、なるほど、原さんどうですか。僕もハイブリッドってところでは絶対そうだろうなと思う。ハイブリッド、ハイブリッド。ただある程度の二極化というか、これじゃあどっちもバランスよくいく人ってあんまりないと思うんですよ、正直。うん、それは別にコロナ禍以前からそうなんだけど、やっぱり例えばそれは音楽のライブとかもそうだし、演劇とかもそうなんだけど、映画館で映画見るっていうのも同じ行為だから、やっぱり例えばフリーで見れるものをわざわざお金払ってまで現地に行く人とその違いっていうのは別にコロナ禍だろうがその前だろうがあんま変わらないと思うんですよ、そこ実は。でそれがちょっと分かりやすくなったってだけで、多くの8割ぐらいの人は無料かつ、オンライン、つまりテレビで見るとかインターネットで見るとか、何かのメディアを介して遠隔的に見てる人の方が8割なんですよ。それはゲームだろう音楽だろう、で音楽とかそういう何でもそうだけど、ライブに行く人は映画館でも待ってりゃテレビでタダで見れるのにわざわざお金払っていくわけでしょ。やっぱりその先に見たいとか、あと臨場感得たいとか、音楽ライブなんかそうだよね、一体感得たいとか、でああいうプレミアムなライブにお金を払える人っていうのは、払える人っていうのは経済的にって意味じゃなくて価値として払っていい、払ってでも体験したい人と、そのオンラインでいいやって人は昔から違うんですよ、タイプが。だから今逆に利便性が増してオンラインの大会があるってことはほとんどの人ってにとっていいはずなんですよ。だけどよりその現地に行く人のプレミア感を本当はもっと上げてあげないと、その行ってた人まで、現地に行ってた人までオンラインでいいんじゃねえのなってくると、これまた良くないね。何が良くないかっていうと、ほら例えばね、格ゲーにどんな大会も今無料で見れるわけじゃん、ほとんどで、あもう無料で当たり前だろってみんな思ってるし、で例えば感想一言言うのでもコメント一言言うのでも、まあ言うたら現実世界では喋らないぐらいの口調で言ってるわけでしょ。そんなもんなんとかなんとかだろう、バカだろう、なんとかだろうって、そんなの分かってねえやつのやることだろう、だろう、だろう、だろうって、これね現地で言ってるの聞いたことある、あんた。そういう現地の大会で、いやー現地の大会で観客同士が、はいはいはい、あいつ分かってねえだろうな、ないっすね、下手くそだろ、クソだろあいつって観客同士が言い合ってるの見たことある？いやいやいや、ないでしょ、この違いで、うんうん、でこれはやっぱりそのネット弁慶じゃないけど、いわゆる現実世界じゃなくて一個何かを返してるからこそ、逆に言うと本音が出せるっていい意味もあるけど、逆に言うと荒れるわけじゃないですか、そこは、うんうん、で、それはお互いにリスペクトが発生しないんですよ。なんで目の前じゃないから、選手に対してもそうだし、うん、観客同士なんてまさにそうだよ。だって選手は有名人かもしれないけど、無名同士の言い合いなんてまさにネットで起きるのなんて、お前みたいに分かってないやつが言うんじゃねえよと、お前俺誰か知ってんのか知らねえよみたいな言い合いってネットだから大きいんだよね、うん、だからリアルの世界だとやっぱり目の前にすると多少のリスペクト発生するんで、うん、あんな喧嘩腰になんないでしょ。あそれで喧嘩腰になるのはブレイキングダウンとか、ああいうネットの格闘大会に出てくるような人たちはもう本当リアルでもやっちゃうけど、ほとんどの車窓にならないわけじゃないですか。だからそこの住み分けはやっぱりでかくて、実はもともとそこのねボーダーは実は明確なんですよ、うんうん、だから別にコロナ禍が進んだからで、オンライン化が進んだからといってオンライン側が勢力は増したところはあるけども、実はもともと行く行かないっていうのはかなり分かれて、そこのハードルを超えて
普段フリーで見てる人がわざわざ足を運ぶようになるっていうのは相当実はハードル高いんですよ、うん、行かないそういう人さっき言ったように何度かだろうみたいな言ってる人ほど管巻いてるネットで管巻いてる人がリアルで自分から足を向けて、ね、その場に行くってことはそんなないだからこそ逆に言うとでも人間楽な方に流れちゃうんで、うん、今ライブって本当の現地に行ってる人もオンライン環境が良くなるとオンラインでいいやになるでしょ、うん、でこっち側になっちゃうんですよ無料かつもう管巻きながら見れるみたいな、うん、そっちも楽だからだから逆に言うと俺はハイブリッドになっていくけど現地に行く体験っていうのはよりプレミアムだし逆にプレミアムにしてあげなきゃいけないから、うんね、お金払ってでも入場料払ってでも行きたいってものにどれだけできるかの勝負かなと思ってるそれがない限りはオンラインが絶対に勝つに決まってるよ、うん、テクノロジーの方が絶対勝るもんなぜなら人間は利便性に勝てないから、うんうん、楽な方流れますよ絶対でも現場の演出ってことでしょ現場の演出だけじゃないだろうねなんかね買えるものだったり体験できるものだったりそれは運営側がやっぱり苦労して作ったり、ね、メーカー側がどれだけでも用意できるかとか、まあ、例えばほら現地行ったらしょうもない話だけど T シャツもらえますよってだけでも全然違うわけですよそれこそね鉄拳のマスターカップなんかは人と会えるから行くっていうプレミア感で行ってるわけですからね距離もあるんでしょうね、うん、そのオフの場が体験できるところはどれぐらいの距離感にあるかっていうところ、うん、それもあるしで英語ぐらいになるともう勝てないの分かってるけど記念受験みたいな感じありますね俺は絶対合格できないけど記念受験するんだっていうね、うん、そういうノリで来れるわけじゃないですか、うん、で行ったら行ったらやっぱり有名選手に会えたでこんなグッズが買えましたで開発者にも会えましたみたいなのがあるからじゃないですか1回は行きたいなと、うん、だからそういうのをどれだけ増やせるかっていうのが勝負で逆に言うとこの勝負はさっき言ったように利便性とテクノロジーが増していくとオンラインの方が絶対強いから、うんうん、これが見れるの VR になり音もすごくなりってなっていくとオンラインでいいんじゃねえになっていくから、うん、そこは住み分けだけどプレミアムな現地大会をどれだけ開けるかにかかってるかなと正直思いますよ。だからその点ではソニーは資本力あるわけだからちょっと期待してますけどね、うん、どれぐらいのことやってくれるのかないや本当に、うん、原田さん、はい、そろそろ締めてくださいあじゃあとりあえず感想聞いていきますかねあじゃあ宮君今日どうでしたか、はい、いやたこ焼き美味しかったですたこ焼き美味しいねいや本当に美味しいんですよね毎回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 でこれまたあのねうん、向こう少なくとも1年2年は他のたこ焼き食うたびに呪いがかかる呪いですこの日を竹虎の呪いです竹虎さんの顔を思い出す今日思い出す呪いがかかるそう本当になんで豪気の呪いです豪気の呪い豪気の呪いです豪気の呪い滅殺たこ焼きの呪いです死んでもあるっていうのと時期が本当ありがたかったなと思うのがそのこれからねコンボブレーカー CEOとかっていういろんなねオフラインの大会があってでこれからエボリューション、うんソニーの元の新体制っていうところで、まあ、どうなっていくのかなっていうワクワクをこのお二方とより、うんね、自分なんかがね持ってる知識よりもはるかにもうご存知の方々がどう思ってるのかっていうのを聞けてより一層エボリューションとか、まあ、今後のファイティングゲームシーンが楽しみになったなというところです、うん、エボ楽しみですね楽しみです、はい、たくさんの日本人に出てほしいな個人的には本当本当はいと思っております、はい、楽しかったですありがとうございましたありがとうございますじゃあ小田さんはいそうですねまずは呼んでいただいてありがとうございましたありがとうございます前からずっと呼ぼうと思ってたんですね関西なんでねたこ焼きですね。もうネギ塩だれ。お気に入りしました。いやもうこれからはもう明石焼きよりたこ焼き派になりました。明石焼きも今度逆に食べたいです。本当に美味しいのありがとうございます。ありがとうございました。まあ、次はお二方と会うのもしかしたらラスベガスかな。いやどうだろう。うちは安田e スポーツが行く。引きませんね。とは。考えてますけどまた、ね、会う機会も少ないと、うん、多いと少ないことはないと思いますので、うんはい、これ業界には合ってる方ですよ
そうです、ね、他の業界他のジャンルだとそういった合うってないですもん。格ゲーのクリエイターはやたらと合いますもん。そうですね、謎の紳士協定みたいなのに結ばれてる感じですよね。いや本当にありがとうございました。またお会いして格ゲーのためにいろいろとなんかねいろいろな策を盛り込めたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。原さん今日どうでした？そうですね、やっぱり関西人をたこ焼きでうならせたのは良かったね。今日たこ焼きの感想しか見ない。いやでも本当に、うん、なんだろうな、そのいい時代になったなと思いましたよね。こういうプレイヤー代表みたいな人とそうそうこう作ってる人がね横並びで話せるなんていうのはなかなかないし、まあ今今日小田さんとも話しながらちょっと頭をよぎったのはなんかそれこそ30年後ぐらい、そうそう80代ですね我々ね、うんうん、30年後のエボとかに急に壇上にねレジェンダリーなレジェンダリーなお二人をお呼びしてますって言われてプル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 って2人出ながら本当は持ち時間3分って言われてるのにずっと2人で知らないな若い頃は新規ね基盤って分かるか ロムって分かるかシステム21ゲームはゲームは自分の家で自分の目の前でゲームソフト硬いのにソフト硬いのにソフト硬いのに硬いのにゲームソフトって言うんだよ。ソフトをこうガシャッとさせてな遊ばなきゃいけなかったんでこれがねまたこれが電圧が足りないとか電圧分かるかって電圧分かるかって 今みたいなクリーンエネルギーで火力石炭でな石炭のエネルギーで石炭を燃やした電気だぞちょっと熱量が違うんだなみたいな話をこう3分なのに延々と1時間ぐらい語るやってそうね。そうでヨボヨボのマークマンが止めに来るでもうアメリカ人からカエデコールがでカエデコールも耳が遠くて聞こえてない。延々にゲームの昔話を語ってそう昔はゲーム機は家にありましたと、うんうん、君たちは信じられないだろう。ゲーム機の説明からするからそうそうそうハードウェア戦争ってのがあった物理的に殴り合ってたわけではないがハードウェアで戦争してたんだよってそう、ね、いう世界です。そうそういうのが頭よぎりました今日2人で話したあここねそうだからそのインターネット老人会の代表みたいなのが現れてそうねみんな最近最近ねすごい新聞のね新聞の記事の中ね文字の中にお問い合わせワード代わりに黒電話のアイコン使ってるでしょ。ああ、はいはい、あれやめるんですってそろそろえいくつかの新聞社辞めるんですよ。なんでかというと、若い人が読んだ時に黒電話のシルエットみたいな何だこれって思うんだってアイコンが分かんないの。そうそう、なんだこれってこの模様何ってなる。そうそうそう、この形何ね、これね、タイムリーなことに確か KDDI の障害が起きたんですね。障害が起きたせいで、でも緊急連絡しなきゃいけない人いっぱいいるわけじゃないですか。特に空港とかで、空港とかでね、誰々出てこないんだけどとか、はい、今どこにいるの。で若い人が、はい、久々に公衆電話に行列ができたんですよ、うん、何人かので若い人が、はい、すごいなと思ったら若い人が受話器を上げて押すっていうのが分かんなくて、はい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 、受話器を置いたままの状態で、はいはい、先に押して取るぐらいのことをやろうとする。かかんないかかんないっつって後ろから中年のおっさんが教えるっていうレクチャーするっていう光景が起きたんですよ。エボ50でね。エボ50 エボ50わかりましたというわけで本日のゲストは KOF 小田プロデューサーと格ゲー実況源谷さんでした。ありがとうございました。